タイ、リサーブドフード、ワイワイ、ベジタリアンヌードル、揚げ麺に粉末スープ、調味料、チリパウダーがついています。麺は細く、チリは弱く、量は少ないです。茹でて調理したためか、粘りが出て、舌触りはしっかりしています。スープは昆布と椎茸の出汁が濃厚で、唐辛子の強い刺激のほか、胡椒の香りもします。ベジタリアン向けの製品ですが、味の物足りなさは全くありません。4542ママのベジタリアン向けの製品よりもさらに重厚な味です。